い、始まりました 7days to die。 Die! もうやっていきましょう。私が FB37 です。そしてこの die しないで有名なキックマーク2です。あのマットです。ヘイでーす。さあ、前回フォードも、無事超えまして、でも割とやっぱゲームレベル上がってんな。4人でやるとやっぱ早いわ、ゲームレベルの、あの、ステージ？そうなんだ。次あたり割と頑張んなきゃいけない。俺だけ敵キル数超少ないんだけど、なんでだ？雑魚いからじゃない？キルしてないからね。ひど。そうだね。とりあえず強い銃欲しいな。パイプショットガンも話にならんな。とりあえず俺は殴りだからマシンガン持ってたけど、まあまだもったいなくて全然使わなかったけどね。そうだね。まあ弾も作れるようになったから。ああ、そうなんだ。え、マジで？いや、作れるでしょ別に。すごい。ただね、火薬がね、あんま効率よくないんだよね。あの、ただ火薬が効率よくなるまでは相当時間かかるから。ほえ、しょうがないんだけど。よいしょ。昨日トレーダーに行ったやつ覚えてる？やべ、ゾンビを引き寄せたやつがいる。やべ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 。もうしてんだ？パトカーぶん殴ってたらパトカーが鳴っちゃったよ。あ、一人とんでもない量の敵を呼び込んでる。でもそうやって呼べるんだね。びっくりした。あぶねえ。あれ、周りが寄ってくるんじゃなくて、なんか生成されて、うん、来る感じだったな。そうだね。まあそういうことなんだ。やばい、これやられる。あいつはこれ、いや、もうマジできついこれ。今何走って逃げてんの？なんか壁とか使って逃げてる。頑張れ、なんとか。マジでラグいのもある。いやー、ティア3でオートバイパーツバンドルもらえそうなんだけど、これどっちのオートバイだ？ミニオートバイとクソなんだよな。でもミニオートバイだったらミニオートバイで勝つ。いや、オートバイだ。ゾンビ一掃するか。お、俺とうとうティア4解除です。すげえ。ティア4ってあれだっけ？マジででっかいとこに入るやつ。いや、ティア4はまだクリアできる。ティア5は多分無理。無理ではないけど、相当時間かかるし、うん、残忍がね、一気にね、うん、あの、5体ぐらい湧いたりするから。ていうか、やべえ。被爆したワイトってのいるんだけどさ、うん、HP3000 近くある。そいつ、割と最強か。はぁ、あ、そもそもワイトがめっちゃ強くて、で、それのさらにパワーアップバージョンが被爆したワイトだから。ああ、リロードしちゃった。そいつは強いぜ。やめろー。ああ、落とされた。まずい、これ。さよなら。終わった。さよなら、えおえお。さよなら。さよなら。いやえおえお。さよなら。レショー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 。どっから出てきた今。BGM がバグり始めた。ついに。そんな重いじゃん。ドーンドーンドーンって。マジ？なんだそりゃ。もう割と武器強くなったから雑魚ゾンビぐらい。吹っ飛んでいくから楽だな。楽しい。でも油断した時にやられるんだよね。まあ、そうなんだよ。いつの間にか後ろにいるんだよな。あと近すぎすぎて殴られる。
やっぱね、割とヘッド一撃とか技術的に多分もうそうなってきてるけど、そうなったらやっぱ早いって大事。よっしゃ、お願いします。強すぎでしょ、俺ら。俺ら最強ブラザーズかも。そう、しかも経験値が普通にうまいんです。よっしゃ、散歩ほど。よし、セダン一枚。じゃあ焼きましゅわ。焼きましゅわ。何焼くね。焼きましゅま。焼きましゅま。ハマン様。焼きましゅま。もう時間が。俺のチャリは。お前のチャリは俺が。本当はもう8時じゃん。ぶん殴って壊しといた。早く地球品をゲットしたい。地球品。地球品。お前何ベジータみたいなこと言ってんの。地球の女を手に入れたいってこと？ああ、やっぱ地球の ものは便利だな。普通の人だ。めっちゃ普通。宇宙にはこんなものなかったぞ。ベジータおめえ、なんでこれも知らねえんだおめえ。クズかおめえ。カカロット。やるな、カカロット。こんなものを隠し持っていたと。地球人のサルメ。なんでシャアが言ってた。どう考えてもシャアだったよな。おっさんですからね。あー、ディレンショットガン助かるわ。あれ、釘抜きハンマーっていらないんだっけ。釘抜きハンマーはまあ持ってないなら交換してもいいんじゃない。あ、どうしよう、どれもらおうかな。発電バンクバンドル。もうこれにしよう。実験ステーションかな。え、実験ステーション出たの。実験ステーション出たら絶対実験ステーションだよ。え、奇跡的すぎない。いや、マジで神じゃん。実験ステーション出たらもう火薬とかも、いって、バイクも割と乗りたい放題になるわ、これで。マジで？うん。いや、実験ステーションマジで、作れないからね。神アイテム？レベル75とかだよ、だって。クラフトの本の読んだ数。ちなみにだって、俺作業、あ、違う、50だ。俺作業上の、だって、クラフトレベルなんて今2だよ。どうじゃん。アロマが一番高いでしょ、多分。それでも10とか15じゃない。微妙だ。キ君、鉄鋼ナックルさんいる？作業鉄鋼ナックル、あ、欲しい。15だね。15でしょ。じゃあ上げてるアロマで15だから、それマジでスーパー運いい、スーパーラッキー。眩しすぎてマリンちゃんも大喜び。なんで使えないんだと思ったらあれか。え、ねえ、石斧のさ、上位互換って手、消防の？いや違う、石斧は万能ツールで、それ以上のは基本的にない。なるほど。ないんだけど、あ、そうだ。これ、みんなに伝えるの忘れてました。コメントでいただきまして、Wi-Fi ケーブルの使い方がわかりました。マニア！ Wi-Fi ケーブルでファックスが作れるんだって。おう。で、ファックスを作ったら、そのファックスで紙を使うことによってクエストを印刷できるんだって。マジかよ。で、そのクエストをクリアすると、このモッド独自の、強化パーツがもらえる。ああ。そう、それで、あるね。そう、あるでしょ。なんかベターバニラとか。そうそうそう、あれ気になってた。そう、これで強化できるらしい。割と重要かも。へえ。紙捨ててたわ、もう。なんか。まあ、紙はいっぱい出てるから。紙はいいけど。ただ、Wi-Fi ケーブル？そうだね。あと、単純に、ファックスの作り方はわからん。Wi-Fi ケーブル、律儀にずっと持ってた。うん。Wi-Fi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  の魔人。あれ、そういえば、なんだっけ、FB さっき救急キット欲しいって言ってなかった。もらっとこうかな。いや、いいわ、やっぱ。なんだあいつ。
てーてーてーけーかへーかへーじじいみたいな笑い方かへーかへーかへアサル、タクティカルアサルトライフルとレバーアクションライフル手に入れたから入れといてやるよ。でも使わないんですよね。タクティカルアサルトライフルって強いんじゃないの？多分強いよ。あんた使わないの？まあ普段は別にそれほどの強敵に出会わないからね。いやいやいや、タコナガに食べたら強いじゃん使おうかな。ハハハハハブレブレや。お前らのあれどっちかやるか。どっちやる？エオエオとキックのやる。エオの方が近いな。エオの方からやるか。はあ。なんやねん。なあ。あ、おかしいこと言ったか。なあ。もうすごい勝手に決まったから、いいっすよ、やりますか。決めるよ、お前。朝は短いんだぞ。まったくだ。な。はい。重要、どんどんステージが上がってるわけだから、追いついていけ、速度に。はい。なんか、まあ、探検もしたいんだけどな、そろそろ。探検でしょ、でしょ。激しいんだ、お前は。激しい？探検はどんどんしてもろて。別に。ただこのゲームでクエストをやらないのは割と死に値するから。死に値する。いや別に。まあそうだね。探検するやつはゴミだね。そうなんだ。まあでゴミというか、あの置いてかれる。だって経験値的にもアイテム的にもクエストの方がはるかにうまいんだもん。いやでもなんかずっとクエストしてんのかなと思って。そう。いやだから探検するのは構わんよ。その間構わんよ。クエストをひたすらやってるから。その間俺たちは一歩先に行かせてもらう。これはあなたの配達カバンですか？いいえ、違います。そうですか、ありがとうございます。え、なんでお前サボってる急に。じゃあ今体力回復してんすよ。急に厳しくなった。少しのサボりも見逃さない。しかも最初に俺やってたのに。おー、ちゃん、手伝ってやってんだろ。ちゃんとお前に見せただろうがよ。ありがとうございます。放射能だ。あ、もう放射能出てくんの？まあ、放射能除去パーツでしょ。それ、あ、なんだ。うん、それはいいアイテムです。除去装置改造パーツ。うん、また BGM か。犬が後ろ、キくん。え、痛い。やば、犬もいる。うわー、やばい。放射能まで来た。被爆&残忍だ。ちょ、放射能犬マジ、あの、ちょ待って、犬行く。うわ、下がない。ダメなぁ。オープンねー。あ、死ぬこれ。逃げろ逃げろ。あ、一回逃げろ。いや、もう大丈夫だ。もう一匹って、もう一匹、こいつ最後かな。こいつ最後だ。何しとんねん、トム。バカだ、トム。バカだ、はい、トム。バカだ、トム。バカだ。うちのトムがすみません。もうアイテムも見た。見たくれよ。多分見たかな。あ、俺死ぬかも。おぉ、さっそうと自転車で帰ってったやついた。俺です。どうも俺です。さようなら。死んだ。なんで。なんか帰ろうとしたら変なとこに追い込まれて、そこにゾンビ犬が2匹、あー、ゾンビが4匹ぐらいいて、タコ殴りされてもうやる気なくして。やる気なくあがっけ。いける気も失った。失った。エオなんか言ってたけど、今マイルがマイルほど溜まってるらしいよ。言ってないよ絶対。うん、マイル溜めてないね。さすがに言ってないと思う、それは。今60万マイル溜まってるんだって。
いやいや言ってた。言ってたんだ。え？どっち？もう頭痛くなる会話で。え？めちゃくちゃ。俺から振っといてなんだけど。いや本当そう。切りカーブはちゃんと。ハチミツくれ。はいくれない。雑魚切りカーブ。切りカーブお化けかっつーの。切りカーブお化けでしょ。あーどうも切りカーブお化けさん、こんにちは。どうもこんにちは。どうもどうもどうも。最近は切りカーブお化けさんは何をしてるんですか？最近はですね、じゃがいもの、じゃがいも植えてます。あー、じゃがいも美味しそうですね。やっぱり家で、全然うまくないっす。あ、そうなんですね。ご家庭育てるじゃがいもそんなに美味しくない。全然、やっぱプロにはかなわない。あー、まあまあさ、しょうがないですよ。でもやめとけよかった。めっちゃネガティブ。始めちゃったからもうやりきらなきゃ。いやでもやっぱりご自身で育てたもっと美味しいと美味しいじゃないですか。まずいです。あー、まずいんだ。まずいんだ。泣くほどまずいんだ。かわいそう。まず相当まずいんだろうなこれ。ちょっと待たれー。あ、私は俺らの家だぞ。悟空である。あ、悟空なんだ。おっす、おら悟空。やった、悟空だ。一応やってみる。じゃあやってみてください。お願いします。歌舞伎悟空に何か質問はござろうか。ない。ない。では歌舞伎悟空対歌舞伎ベジータをご期待くださいであれ。ベジータもいいんだ。お前歌舞伎ベジータやる。あ、巻き込まれた。あ、お前話しかけるから。あ、すいません、余計なことするから。あ、ほんとバカだな。後悔してます。もう死んだ方がいい。いや、ベジータ俺は言い過ぎ。ついに見つけたぞ。おお、よっ。今龍神丸。積年の地球人の恨み、ここで果たす。ナッパ避けろー。ナッパ、よ、あの、ベッシー出てきた。ベッシー？なんで今、悟空の話題無視した？無視しないよ、一応。ドラゴンボールに乗っ取ってるから。乗っ取り入って。とりあえず、ベジータが言いそうな言葉を言ってただけなんだけど。私が、歌舞伎フリーザです。地球人とピッコロ星人は皆殺しにしてるんですね。ピッコロ星人。やべえの来た。これはおかしいことになってる。いやー、ひどい。せっかくのティア4、もう頑張ってるじゃん。な、岩盤店員なのにな。ダメだ、終わりです。マジで終わりです。え、ちょっとやだ。諦めろ。無理なもん無理なんだ。本当に出てこない。いや、マジで許せない。やだやだ。朝です。朝です。朝を、朝をとっても充実した日々ですね。確かに。まあとりあえずもう次回は報道でございますから。ほらららら、ほらら。ちょっとさすがに銃弾作りとか進めたいな。
弾丸は一発あればいい。そう、そこを怠るとやっぱ次対処しきれなくなる可能性が。確かに。ちょっと次回やっていきましょう。おっす。じゃあ今回はこの辺で。全世界のみんな、バーイ。バリアントナイファー石井です。あー、バリアントナイファー石井だ。